お隣さん、顔真っ赤です。お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？警告人、日本の世論調査に逆ギレ？をお送りします。警告の約束破りは、枚挙に暇がありません。元徴用工問題や慰安婦問題は、1965年の日韓基本条約を無視したもので、法的には問題ですらありません。2016年には、釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されましたが、これはウィーン外交関係条約違反です。警告政府は、像を撤去しないばかりか、民間団体が大使館付近でデモを行うことも許可しており、ウィーン条約を完全に無視しています。警告が無視している条約はまだまだあります。文化財の不法な移転を禁じたユネスコ条約もその一つ。2012年の対馬仏像盗難事件で警告人窃盗団に盗まれた仏像は未だに返還されていません。警告側は、この仏像は昔に日本が盗んだものだから、盗み返しても問題ない。などと主張しているようですが、これは明確なユネスコ条約違反です。正式名称は、文化財の不法な輸入、輸出、及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約ですが、この条約は、1970年以降に盗まれた文化財の返還を加盟国に義務付けています。この条約の肝は、1970年以降の不法な盗難行為が対象で、それ以前については何の義務もないことです。加盟国には、イギリスやフランスといった国々も含まれているので、こういった条件が設定されているんです。イギリスが世界中から盗んできたものを返すことになったら、大英博物館は空っぽになってしまいますからね。過去のことはひとまず置いといて、これからは盗まれたものは返しましょうね、というのがユネスコ条約なんです。1970年以前の窃盗や略奪については、別に政府間委員会が作られて、そこで個別の交渉が行われています。さて、話を対馬仏像盗難事件に戻しましょう。2012年10月、対馬の観音寺から、銅像観世音菩薩坐像、長崎県指定有形文化財が、渡墨神社から、銅像如来立像、国指定重要文化財が盗まれました。翌年の2013年1月、盗難を行った警告人窃盗団は、警告内で逮捕され、仏像2体も政府に回収されます。そして、同月末から裁判が始まり、窃盗団には実刑判決が下りました。この裁判で盗難品と認定された仏像2体も、ユネスコ条約に基づいて日本に返還されるはずでしたが、それに言いがかりをつける人が現れます。警告の伏石字です。伏石字は、この仏像は、14世紀に倭寇によって奪われたものと主張し、裁判所に返還措置の差し止めを求めたんです。いつの話してんの？って感じですよね。しかも、倭寇に奪われた根拠はどこにもありません。おそらく、事実に基づかないいつもの創作ファンタジーだと思います。伏石字によると、根拠となる書物は、仏像を奪われた悲しみを思い起こすので処分されたそうです。さすがは警告です。根拠はないけど、俺がそう言っているんだから、日本のものは、俺のものってことですね。もっとも、こんな主張はいつものことかもしれません。しかし、驚きなのは、警告の裁判所も、この主張を受け入れたことです。2013年2月、デジョン地方裁判所は、伏石字の主張通り、返還の差し止めを決定。2017年1月、デジョン地裁は、警告政府に、仏像を伏石字へ返還することを命じました。盗難された文化財の返還を義務付けたユネスコ条約を完全に無視した判決です。伏石字の住職一人がとんでも論を唱えて、仏像を奪おうとしても、別に驚きには値しません。警告には、とんでも論を唱える人がたくさんいますからね。でも、条約や法律の番人であるはずの裁判所までそれを受け入れてしまうというのは異常事態という他ありません。警告の文化財庁ですら、略奪された可能性は高いが、確実とは言えないとの分析を発表しています。つまり、根拠はないってことです。一方、対馬では、
渓谷窃盗団に盗まれた銅像観世音菩薩坐像は、西コリア時代の仏教弾圧から仏像を守るために日本に送られたと伝わっています。実際、この時代の渓谷は儒教を国教としていたため、仏教は徹底的に叩かれ、仏像は徒への入場を禁じられたほどでした。1万件以上あった寺院も、ほぼ全てが破却され、36件までに激減しています。歴史的に辻褄は合うんです。観音寺側も、仏像が盗まれたものではないと証明することはできません。というより、500年前に仏像が盗まれたのか、弾圧を恐れて持ち出されたのかなんてタイムマシンでもない限り証明することはできません。ただ、こんな曖昧な状況で、判断の基準にするべきものこそ法律です。日本と渓谷の民法に定められた取得事項によって、仏像の所有権は観音寺にあると認められています。そして、ユネスコ条約は、1970年以降に盗まれた文化財の返還を加盟国に義務付けています。2022年6月15日、仏像盗難事件の控訴審が、渓谷のテジョン高等裁判所で開かれました。出席した観音寺の田中住職は、この事件は窃盗団による盗難事件です。仏像が盗まれて、不法に渓谷に持ち込まれた、その本質に立ち返るべきです。と訴えています。田中住職の言う通りですよね。渓谷は、盗難品の返還を義務付けたユネスコ条約を守り、仏像を返還しなければなりません。しかし、渓谷政府は、平気で、約束も法律も破ってきます。日韓基本条約に日韓慰安婦合意、ウィーン外交関係条約を無視した異常な行動を続けています。加えて、渓谷の裁判所も国際条約を無視しているんです。日本相手の約束なら破っても問題なし。そう考えているのは、政府だけではなく、裁判所も一緒であり、渓谷という国全体であると言っても過言ではありません。さて、ここで、2022年5月に日本で行われた渓谷に対する世論調査を見てみましょう。TBS 系の JNN によって、ユン政権発足直前の5月7日に行われた世論調査です。設問は、ユン大統領就任は日韓関係改善につながると思うか、でした。結果は、期待している 44%、期待していない 46%、期待しているの割合が高すぎると思うかもしれません。ただ、ここでちょっと古いですが、2019年11月に実施された世論調査も見てみましょう。日本経済新聞が、日本政府は、渓谷とどのような姿勢を取るべきか、と聞いた調査です。日本が譲歩するくらいなら、関係改善を急ぐ必要はない、69%。関係改善のためには、日本が譲歩することも許容する、21%。 2年半前の世論調査ですが、日本国民の大多数が渓谷への譲歩に反対しているんです。そして2022年現在に至るまで、日本国民が渓谷に譲歩しても良いと思うような出来事は起きていません。むしろ2019年以降のムン政権は譲歩したくないと思うような出来事を次々と起こしてきました。譲歩する必要はないとの世論は現在までほとんど変わっていないはずです。そう考えてみると、JNN の世論調査で示された、ユン大統領による日韓関係改善に期待する人が 44% という結果も少し違って見えてきます。期待しているという人も、日本が譲歩する形の関係改善を求めているわけではないんです。逆に、ユン大統領によって渓谷が譲歩する形の関係改善に期待しているものと思われます。まあ、渓谷が譲歩するというより、歴代渓谷政府が国際条約を無視して、一方的に問題としてきた問題を取り下げると言った方がいいでしょうか。ユン大統領は、選挙期間中から日韓関係改善を訴えていたので、就任直前のユン大統領に期待するのは間違っていなかったでしょう。国際条約を守る、国と国の約束を守るのは当然のことです。その当然のことができなかった非常識なムン大統領から変わったので、渓谷が常識を取り戻すのではないかと期待する人がいたのも不思議ではありません。しかし、就任から2ヶ月近く経つ6月末現在も、ユン大統領は日韓関係のために特に何もしていません。まあ、
私は特に期待もしてませんでしたけどね。今、ユン大統領によって日韓関係改善につながると思うかと調査したら、期待しているの割合はもっと下がっているかもしれませんね。実際、大統領選直後の3月15日に行われた NHK による世論調査では、次のような結果が出ています。日韓関係は、良くなる 25%、変わらない 59%、悪くなる 4%、日韓関係改善に期待している人は、5月の 44% より 20% 近く低い 25% でした。そこから、多くの日本メディアが、ユン大統領は関係改善を主張していると宣伝しまくったので、日本国民も、それなら期待できるかも、と思ったわけです。ただ、宣伝効果も実績が伴っていなければ意味がありません。繰り返しますが、ユン大統領は関係改善のために実質的に何もしていません。日本国民の期待もそろそろ冷めているんじゃないですかね。日韓の様々な問題の根幹は、K国が国際条約を守るのか守らないかということにあります。対馬から盗まれた仏像も未だに戻ってきていません。いくら日本メディアが友好ムードを無理やり演出しても、約束破りは認められません。日本メディアは、ユン大統領を持ち上げたり、K国コンテンツをご利用ししたりするより、K国人に、日本は約束破りを許さないということを伝えた方が良いと思います。実際、K国では、約束破りや契約違反が日常茶飯事だからなのか、国家同士の約束を破ることの重大性が未だに認識されていません。元徴用工問題について、K国政府が被害者に賠償して、後で、その費用を日本に請求しようという案が解決策として有力視されているほどです。当然、この件は、日韓の問題として、1965年に完全かつ最終的に解決されています。あとは、K国国内で政府が対応してください、というのが日韓請求権協定です。日本を巻き込まないでほしいですよね。ともかく、日本メディアは、渓流をご利用しするくらいなら、K国に条約の重大性を伝えたり、どうやったら約束を守らせられるのか、といった議論をしたり、徴用工問題や慰安婦問題のように誤解されている出来事を歴史的事実に基づいて正しく報じてもらいたいところです。もっとも、日本メディアに期待するのも間違いかもしれませんけどね。K国の2020年度予算では、駐日K国大使館向けに4億5000万円が計上されました。K国政府は、大使館が日本で開く講演会などの費用と説明していますが、その一部あるいは大部分が日本メディアに流れ込み、世論誘導に利用されていると言われています。日本のテレビやラジオには、K国の代弁者と思ってしまう、暗い神経派なコメンテーターが登場するのも珍しくありません。外国政府による世論誘導、これは一種の情報戦です。これからの選挙にも関わってくる可能性があるので、注意しなければなりません。それでは、最後に、今回の世論調査について、K国から寄せられたコメントをご紹介します。K国の反応。なぜ日本と仲良くならなければならないのか？仲良くしなくても、K国に問題は起きていない。日本が過去の歴史にひざまずいて真摯に謝罪しなければ、こちらから仲良くなる必要はない。仲良くなるとはどういうことか？我が国が独都を奪ったと教科書で教えているのが日本です。独都は、遥か、昔から K国の領土でした。コリア半島侵略の野心を失っていない日本と仲良く離れない。むしろ警戒するべきです。日本と仲良くする？仲良くするために、福島産の食材を輸入して、汚染水の流出も許すというのか？絶対反対。日本では子供が生まれなくなっています。近いうちに日本人はいなくなって日本も消滅するでしょう。どんどん発展する K国と衰退する日本。そのうち日本の方から頭を下げます。半万年の歴史を持つ我が国はほぼ常に日本より進歩していて日本を導いてきた。しかし日本はそのありがたさを知らない。今こそ日本の頭を叩いて我が国の力を教えるべきです。
いやー、何がすごいって、ほとんどが嘘なのに、それを、あたかも、事実かのように国民が信じ込んでしまっているところです。反日教育が生んだ、悲しい末路ですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日韓関係改善のために、警告政府が何かするとは思えませんね。ユン大統領も、口だけで何もしていません。期待している人も 44% はいるみたいですが、その期待は裏切られるでしょう。警告経済界では、日韓スワップ協定の締結を求める声が大きいようですが、約束破りの常習犯とは、どんな約束も結べません。ユン大統領も、輸出管理体制の緩和を求めているようですが、やっぱり無理です。警告は、国際条約は守るものという常識を学ぶべきでしょう。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。